さあそれではこの対戦もスタートしていきそうですが、いや昨日も言ったんですけど、できれば僕ここから3回戦だけでもいいんでレガシーやらせてほしいなと。もう平日トーナメント出てください3回戦だったら3回戦はもうそういう形で取ってくださいね。本当にただのレガシーおじさんっていう、はい、さあ冒頭に出たスタシティのねニャンコタシグル、本当ですね、これ可愛いですよね。可愛いっすよね。ちょっとやる気満々の表情してるのもねいい感じですよ ね、 これね微妙に悪そうなのがいいよねやっぱりタシグルっぽい、うん、そうです。市川由紀選手は確か2敗だったと思います、うん、9勝2敗ですか、うん、9勝2敗、はい、いいボーダーラインですね。現在11回戦まで終了しています。今日のボーダーラインが3敗から4敗あたりかなっていう話も、当初の形ではなっていましたが、おそらく3敗1分けだとほぼ確定じゃないかなと、うんうん、さあここ先行は岡選手です。お、これは僕が3割しか力を引き出せない伝説のデッキでは、まあ、通常動かし方を覚えたら5割出るはずなんですけどね勝率の面では申し訳ございませんさあ帝国からのスタート、ここでアントだということが我々の目には見えています。まだねいくつかデッキは、グリクスコントロールなんかも、まあ、ちょっとフェッチの色からグリクスコントロールではなさそうですけど、やっぱりバットランドが持ってこれないとか、うん、そういうのが読み取れるので、さあここで強者も手札に加えました。他にはダークリチュアル、そしてライオンズアイ、もうここでねもうほぼ 100% 対して長谷川優選手は石梶、これが見えました。あ、結構カードチョイスが渋いですね。ウルザスサーガのデュレスにミラージュのダークリチュアル、こだわり感じます。僕も強迫はやっぱこの絵が一番好きです、ね、さあそして長谷川選手もフェアデッキには強いけどみたいなことですね。ここはまずは1枚ミネアル魂、このジェイス取り除かなくていい感じも、もう手札もメモしてないんでいっちゃいそうですよね。これはもうスタートできそうですね。何もないっていうちゃんと前方確認をして、さあストームも、あ、これハレリアの便利な、これ来ましたね。マナーもストームもいっぺんにちゃんと管理できる。1ターン目の抵抗で強者が手に入っていて、なおかつこれムカつきまで持ってますね。さあここは1個増えます。さあ、あ、なるほど、これでん、これ足りるのか、あ、これでインファーナルで、残りが2マナになって、ライオンがあって5マナ、はい、サーチするのは、うん、パストインフレームですかね、多分パストインフレームだとの過去、はい、で足りると思います、うん、ここで赤マナ出しました、暗黒の儀式、カバルリチュアルもスレッショルドもしてるんで、うん、で最終的に、もう1回サーチカードにつなげて最後は、テンドリルズオブアゴニー、クモンの触手っていうカードを持ってきて勝利する、うん、ストームの回数だけ2点ドレインがあります。このおーかっこいいマナカウントと、はい、あとはストームカウントのこれって売ってるんですか。おそらく売ってるんじゃないかと思います。おそらくご確認いただきたいでもこれ本当にね便利ですよ ね、 便利ですね。ストーム系のデッキ使う方はぜひ、はい、ここでサーチして10回計20ドレインが発生します。これは2ターン目ですよね。まだ長谷川選手1回しかランド置いてないですもんね、はい、もう脅迫で安全確認をしてからもうそのままスタートしました。もう 100ターンキルです。100点ですね。妨害1回挟んだ2ターンキルですからね、うん、これいかんですね。とんでもないですね、まあ、初手の抵抗で冥府の強襲者がめくれたところが本当に全てだったなと。いや、やっぱ 100% のアントってこんなにかっこいいんですね3割ではこうはいかないで、嘘でしょ今のターン、うん、エンドかないや手札見てないからただ本当にこのスタートができるからこそアントを選択するプレイヤーも本日のラストさ何名かね いらっしゃるというところで、やっぱりもうアントを持ち込んでくる人はもうそれはもうプレイもお上手ですよね。まあ自信がないとやっぱり持ってこれないですね。いや選べないですね。僕はもうだって候補にさえ入れないですもん
まあね、アントで鮮烈な勝利を飾ったといえばね、2015年、そうですね、決勝戦はすごかったですね。あれはそう、ちょうどそういう話をしてたんですけど、あの試合を完全に解説してくれって言われてもなかなかやっぱ難しいだろうなってぐらいのレベルの試合でしたけど、まずプレースピードが速いですからね。そうですね、2人とも速くて、やっぱりレガシーとかモダン見てていいなと思うのは、もう本当に初見だとすごく難しく見えるんですけど、やっぱ皆さんもう慣れてるので、難しいプレーを素早く簡単にやってのけるっていうのが、まあ、それこそ一人回しだったり、そうですね、そして戦って実戦で覚えて、体で覚えてっていうところもあると思います。さあ相手のデッキ、アント VS 青白石梶、青白石梶の側がどれだけ妨害手段を手に入れられるかどうかというところもこのサイドボードにかかってきます。あとやっぱコンボデッキの強みとして、今みたいにあの対戦相手が除去だったりフェアデッキに強いカードが多いんで、キープっていうのは十分あり得るので、メインボードの勝率は本当に驚くほど高いですよね。なのでまずはメインは取って当然というような、そうですね、あとはサイドボードで相手の対策カードを予想しながら、あとは実際に見て、さあここからどこまで対策カードに寄せていくのか、ここにも練習量現れてきます。ここからがやっぱり難しいですね。コンボデッキは本当に、まあ、それこそ3割しか出せない僕でもまあまあ勝率はあったりするんですけど、やっぱサイドボード後のサイドインアウト、相手から何が飛んでくるかまでを知っとかないと勝てないっていう、対策カードの対策はもちろん環境にもうほぼ全て揃っているんですけど、対戦相手の対策カードを知らないと、それを何をサイドインしていいかがわからないので、現状12枚13枚、まだ抜き切らないといけない。サイドボードから緑のクリーチャーザンデッド、これが複数枚入っているのが見て取れます。ちょっと抵抗とか、まあ、ドロースペルを減らしているような印象ですね。そうですね、抵抗は確かに減らしやすいというのは聞いたことがあります、ドローの中で単純に一番弱いと、さあウィル1枚の時何に当てたらいいんですかっていうね、いやお話も、それも結構難しいんです。相手の手札に依存する、 最初のリチャールを消した方がいいこともあるんですけど、ある程度引きつけないと相手が次のターンにもう一回簡単に仕掛けてきちゃうんで、次のターンに勝てるんだったらリチャール消してもいいんですけど、ゲームがまだまだ長引きそうな時はすごく判断が難しいんですよね。そもそも先ほどのようにね、安全確認してからじゃないと安易に冥府の強者ライオンズアイズ起動っていうのもないので、そこも含めて、どこで、ね、発射するのかっていうところ難しいですね。でよくあるのがやっぱりダークリチュアル、手札破壊、カバルリチュアルからスタートってのはすごく多いスタートなんですけど、だからといって最初のダークリチュアルを常に消すのが正解とはならないので、本当に手札のクロックというか、この後どれぐらいのターンで勝てるかっていうのをしっかり見ないと。でダークリチュアルを消したとして、次のターンのコンボを仕掛けられた時に止められなかったら結局意味がないんで、はい、ある程度はその手札のリソースが少ないんだったら、もうちょっと相手に呪文を使わせないとしょうがないっていう、今回の岡選手のサイドボードだと、まあ、ザンデッドの大群は何枚か見えたんですけど、残響する真実とかね、そうですね、万能の方に向かいましたね。パーマネント対策、逆に水尾とかはアウトしていたというところです。長谷川選手としてはやっぱりフラスターストーム、ローバイの嵐とか、呪文貫きとか、あとは置物が入ってるとすごくいいですけど、あのアントって、あ、なるほど、長谷川選手あれなんですよ、 黒入りですね、そうですね、黒も入ってるんですね。さあエスパー石火事だったというところが見て取れました。岡選手手札の並べ方めちゃくちゃかっこいいです。さっきの墓地の並べ方もめっちゃかっこよかったですけど、さあ今回は脅迫多めの手札、ブレインストームもありますが、まあ、これはブレインかライオンで概ねブレイン抜くんじゃないかなと思いますが、ちょっと長谷川選手の手札が全く見えてないので、今回のねこのラスト3、モダンとレガシーというフォーマットを採用しているので、まあ、主にねレガシー普段から楽しまれている方は参加のハードルはかなり下がっていると思いますし、まあ、モダンやられている方もねレガシーのデッキ一つね、まあ、お友達が借りたりとか、そういう形で参戦する方も多いのかなと思います。そんな中でこの岡選手の手つきを見る限りはもうレガシーかなりやってるなと、いやカード扱い方めちゃくちゃかっこいいですね。そうですね、ブレイン抜いて、これだと岡選手ちょっとライオンズアイも今のところ行かせなさそうなんで、ただ長谷川選手も手札ちょっと弱そうですね、パッと見た感じ。あ、こんな感じだったんですね。あ、ただまあ瞬章はあるんで、思考囲いもう一回使って、これいいですね、脅迫は効かないんで、
盲信的迫害、これは巣穴、そうですね、こちらの対策になります。巣穴からの総出っていう4マナのストームでゴブリントークンを2匹出すっていう総サリーなんですけど、それにもストームがついてて、これ実手もね盤面取りにしっかり寄与してくれるカードになりますし、そもそもクロックが高いんでね、こういったハンドになりましたと。まあ、だから実手に関してはちょっと仕方なく残ってるかな感はあるかもしれないです。もしかすると、ここは実手落としましたね。やっぱクロックをが高いんで、うん、まあ、今のところ巣穴からの総出はしばらくは打てないですし、それも加味して、うん、ちょっと脅迫の打ち方もたまらないですね。もう一回見れると思います。ああいいですね。ちょっとこの段出せないのが残念ですが、さあここからどうなっていくのか。瞬章対策にもなります。エンチャント、グラウンドシール、死の印でしたっけ、印、そうですね、キャントリップ付きですよね。そうですね、2マナのエンチャントで全ての墓地のカードは対象にならなくなる。これを使うと外科的適質ですとか瞬章の魔導士をまとめて封じることができる。瞬章する魔導士っていうのは基本的に外科的テキストセットで採用されることが多いので、はい、両方封じられるのが利点ですね。ここは思考囲いを優先していきます。なるほど、用意してるマナあのダイスも、あ確かに色マナ通りにかっこよい。確かにそうですね、先ほどは盤面に置いてあるシートを使いましたが、うん、シートがなくても対戦相手に分かりやすいようにと、うん、さあここでライオンの瞳のダイヤモンドディスカードしていきました。まあただちょっとここまで妨害されてしまうと苦しくなりますね、うん、マナ加速がやはり引けない。そもそも土地自体もね少ないというところはあります。ここもエンドです。うん、ここでのドローも水尾、ここでクロック追加です。さあさらにクロックが追加されそうですね。ここでネメシス7点をこのシアンの先でなんとか見つけていきたいんですが、クロック的にはちょうどぴったりですかね。岡選手が今14になったと思うんで7点7点でちょうど終わり、うん、一応水尾が1回打てる状態にはなったので最悪3ターンはあるかなというところなんですが、そもそも決めきれるかどうか、うん、そうですね。もう長谷川選手も今多分手札に妨害呪文はほとんど残ってない状態なので、ただ岡選手には残された時間が本当にあと1ターンしかない、そうですね、地の封印の方がドローがある分重宝されてるんだと思います。サイドボード後は緑マナへの依存もねあのそれなりにあるので優先的にね殺するというところもありそうです。妨害に次ぐ妨害、長谷川選手が1本落としたんですけどもサイドボード後押しています。ここはデッキトップのドローが大事と判断しました。さあ長谷川選手はあと1枚何か妨害手段があると、まあ、もう残り1ターンの、うん、クロックで押し切れそうですが、さあここからどうなっていくのか、まあ、サイドボードの、ね、方針は岡選手もだいぶ確認はできました。まあ、しっかり巣穴からの総出対策もある程度入れていることが分かりましたし、まあ、ここら辺がね最悪ここを落としたとしても次のマッチアップでまたね、そうですね、サイドボードも、さあ決めきれるのかどうか。本日はスイスドロー、こちら6回戦の後に決勝トーナメント3回戦が行われていきます。現在スイスドロー本日の日程での4回戦目をお送りしています。レガシーに移り変わっている状況です。もうパンプに使いましたかね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 点、全体プラス1で3点追加です。うん、このタイミングで外科的テキストをライオンズアイ打ち込みました。まあ、一応試案で積んだままだったんで、岡選手がエンドにフェッチを切るかどうかもちょっと確認しながらで、エンドにフェッチを切らなかったんでトップが重要なカードであると判断してドローの前に
ライオンズアイを抜きました。さあこれはトップの2枚がなくなっていく。何よりフェッチを切らなかったということはトップのカードが欲しかった。そうですね、トップの2枚込みでこのターンようやく仕掛けられるかどうかという、うんうん、カバル・リチャール2枚でしたね。これによって岡陽介大ピンチです。まあ、あとは対戦相手のサイドボードも見ながら何をサイドにしてきたかを、うん、この外科的テキストの本当にいいところ全部出てますよね。そうですね、相手のプランまで確認できると、うん、デッキをすべて確認しきりました。残りライフ4、ターンを渡すとフェッチを切るとネメシスでそのまま敗れてしまうというところが見えています。このターン中に決めきらなければいけません。ただライオンザイも抜かれてますからね、もうかなり絶対絶命と言って差し支えない。色マナが本当に厳しいですよね。そうですね。さあここからのドロー、また墓地も減ってしまったんで仮にライ、カバルリチャールを引いたとしてもちょっとスレッショルドも遠のいてしまっているので、うん、さあ最後の試案となるか。ダークリチャール冥府の強者2枚、1、2、3、4、5、3、多分ちょっと1マナ足りないんじゃないかな。お、カウントスタート。ダークリチャルがあればワンチャンスあるのか。パッと見足りなそうに見えますけど足りるかな。 1、2、3、4、5、今ダークリチャル、ダークリチャルで5マナ出て、そこから単眼を打って、闇の単眼打って、でも、うん、結局あのライオン剤ダイヤモンドがもう抜かれちゃってるんで、うん、あの手札のインファーナルチューターが絶対防御しないので、はい、もう手札のカードしかサーチできない、まあ、要するに好きなカードがサーチできない。さあここでフェッチ、さあ足りるのか。これある程度ライフ戻せればワンチャンあるのか。ただちょっとマナ的にそれも難しそうですけどね、うん、多分1マナ足りないと思うんですけど、ドレインを打つためには今結局5マナをサーチで使って3マナに変換してという形になりますかね。そうですね、ドロ、うん、ダークリチャール、ダークリチャール、闇の聖眼を打って、うん、それで3浮いた状態でようやく残った1マナのスペルが使える状態なんで足りないんですよね。多分4マナはこのターン余らないと思うんですが、さあスタートしていますが、まあ、どのみち最後のターンなんで、まあ、最後までやってみようということなのか、うん、ただこれほど慣れてる人がまだ考えてるというのはやっぱ怖いですよね、うん。まあ、長谷川選手も先ほど外科的テキストでデッキ見てますからね、なんで続けるんだろうっていうふうに思ってるかもしれない、うんうん、あーなるほど。いや、それもマナは増えないんで、うん、ロータスペタルを持ってきて総で打って、いや持ってこれないです。あ、そっかそっか、あの今の手札にあるカードしか持ってこれない、防御してない状態だと今手札にあるいずれかのカードしか持ってこれなくて、暗黒の儀式を持ってきてもマナが一切増えないので、基本的にはマナは今もう僕らが見ている状態、ね、うん、闇の聖眼を打って3っていう状態から増えないと思うんですけど、で闇の聖眼でリチュアル系を持ってくるとマナー増えるんですけど、インファーナルチューターが今度は防御してないんで、うん、最終的にマナーが増えただけになっちゃって終わっちゃうと。さあこれはもう積みか、一応最後まで検討してここでリチュアルを先に持ってくるか。これでいけるか、3、5、まあ、結局5、そうなんですね、5から3になって闇の聖眼が解決する状態。そうですね、用具もの素の石があれば、あ、それでもちょっと1マナ今回は足りない、うん、やはり墓地からのスペルを打つ余裕がありません。これはダメと、うん、そう、レガシーのアントが一番難しい原因として、うん、他のコンボデッキ、例えばモダンの青赤ストームとかと比べると分かりやすいんですけど、はい、常にギリギリなんですよね。あのたまにもちろんマナがめっちゃ余って勝つこともあるんですけど、結構タイトな状態で勝つんで、うん、
手順を途中で見せると負けるんですよ。青赤スペル、あのモダンの青赤ストームとかは途中からもうマナが無限近く出るんで、うん、もうなんか適当にやっても勝っちゃうんですけど、アントに関しては最後の最後まで結構繊細にやんなきゃいけないのが僕は難しいなと、うん、まあ、芸術品デッキなゆえに、そうそうですね、その美しさの代償としてそういうところがね出てくるっていうところはもうデッキの差がですよね。まあ、だからこそ完璧に使った時は達成感もあると思うんですけど、うん、さあここはサイドチェンジしようかなと思ったんですが、確認だけにとどめました岡選手です。まあ、ちょっとまだ考えている可能性はありますね、うん、そして長谷川選手はもう自信満々に現状で問題ないと手応えを感じています。まあ、多分ちょっと入れ替えの枚数にも限度がありそう。ちょっとクリーチャーが多めに入ってましたし、封じ込めるソウルとかも残ってたんで、はい、うん、残ってたとか入ってたんで、ただ1戦目うまくね黒マナ残しと見せなかったことで、そうですね、ここが刺さった感じにも見えましたね。対象けど良かったような気はしますけど、最後乱用剤があるとパストレモン出ない、うん、難しいですね。ちょっと最後1回ドローはあったんで、うん、長谷川選手が見られないドローはあったので難しいですね。その良かったと思いますけどね、うん、いやその辺も本当に難しいんですよね。まあ、とにかく相手のデッキのトップを崩すっていうところが一番の主目的だったと思いますし、 その中で何が一番負け筋になるかっていうところでライオンズアイに切り替えたっていうところで、あの時あんまり墓地に対したカード他になかったですね。多分ポンダーポンダーデュレスデュレ ス, デュレス、うん、ライオンズアイしかなかったと思うんで、で仮に岡選手がダークリチャール複数枚持ってる場合は1枚目のダークリチャールが解決して外科的適切って打った場合はスタックで2枚目3枚目打たれちゃうんで、うん、多分最適な行動だったんじゃないかなと思います。ヨーグモスの石は残念ながら禁止カードです。あまりに強すぎるため、まあ、さっきのシチュエーション逆転できる可能性があるカードっていうだけでももうね、そうですさあワンマリガン始まりました。アントの岡選手先行取りマリガンです。エスパイシカジ長谷川選手は7枚キープの様子か。長谷川選手はけども7枚でキープっていう時点で手札赤いかフォースオビルか、狼狽の嵐みたいなカードは絶対あると思います。ちょっと基本的に何もない後手で7枚妨害手段なしはキープしないと思うんで、うん、こうやってね自信満々にキープされると余計アントの側にプレッシャーがかかります。そうなんですよ。やっぱメインと違ってサイド後は妨害が飛んできて当たり前なんで、それをかいくぐって勝つのはやっぱ上手い人じゃないと難しいと、僕では無理です。さあすぐさまサジを投げてしまういや難しいんですよ本当に。コンボデッキ昔からそれが苦手なんですけど、やっぱサイドボード後の相手の妨害をかわすのが非常に難しい。さあ今回はここブレインストームからのスタートです。脅迫を持っていて、もう一つはロートスペタル、ここでデッキに積み切れるかどうか。冥府の矜持者と水尾を引きました。水尾とロータスペタル、これの提示になります。漂白と冥府の矜持者を隠しています。長谷川選手今回は他にドロー呪文ポンダシアンシアンってあって、あとは土地しかない、うん、ちょっとシアン次第って感じですね。そうですね、クロックなり追加の妨害手段なり。アント側の岡さんの手札今すごく弱いように見えるんですけど、手札赤いを主軸としたデッキに対してはこういう手札すごくいいんですよね、うん、土地を並べていってのんびりのんびり相手を減速させて、まあ、動かなきゃいけないのは長谷川選手も同様っていうことですよね。どちらかというと長谷川選手の方が動いてプレッシャーをかけてさらに相手を妨害しなきゃいけないんで、うん、そういう意味ではこの水尾自体も相手の動きをもう1枚除外できる、そうですね、うん、複数のアクションを要求するカードが手札に残っています。なので現状、まあ、あんまり意味がないかもしれないですけど、この状態だと岡選手の方が理想的かなと、うん、ゲームが長引いてしまったらアントは何回でも仕掛けられるぐらい強いんで、とにかくクロックさえなければ。さあここでもブレインストームの追加、手札には大画使いが追加されています。いや素晴らしいですね。今一番欲しかったのがブレインストームじゃないかと思うぐらい、ここでフェッチ切れるのもいいですね。そうですね、フェッチが多分これで2枚あるんで、フェッチを切って、
さあどこでゲームが動いていくのか、長谷川選手も手札ここから勢いよく整えていきたいところなんですが、まずはメインに入るか。次のブレインストーンは大きいですね。これ大事ですね。手札かなりフラットしてたので、できればクロックが欲しいですね。ちょっとこの状態で妨害手段引いてもあんまりしょうがないんで、うん、まずはクロック、まあ、できれば両方引きたいところですけどね。ここでウィル、ブルーカウントは足りていません。さあかなり強力な3枚手に入れました。クロウに追加のブレインストーム、そしてジェイスです。ジェイスがフィニッシャーというか、その全てを兼ねているので理想的でしたね。そしてこのマッチアップだと通ればそのまま勝てるような可能性もある。もう、相手の手札を1回チェックした後だったら、うん、プラス2能力ずっと使って減圧してもいいですし、うん、まあ、基本的にはもう渦巻く知識を連打して手札の質を高めて圧倒できると一番いいですけどね、うん。アントっていうデッキは本当に手札界がたくさん入ってて、手札の妨害、はい、打ち消し呪文とかには結構強いんで、うん、できれば盤面と何かしらの対策をするのが一番いいと言われてます、うん。盤面にアントが何かできなくなるような置物をプラス打ち消し呪文だと、それをかいくぐるのはさすがに難しいんで、まあ、そういう準備が現状長谷川選手できてきている、そんなタイミングになります。もう少しですね。ウィル構えながらっていう動きがねできれば十分。ここはオーダー使いも残しましたね。さあここは即フェッチ、うん。僕だとちょっとより次の段確実にジェイスを出すためにオーダー使い戻して土地を手札に追加で抱えとくかなと思いましたけど、うん、ちょっと次の段ジェイスはゼガヒでも出したいんじゃないかなと思ったので。さあここはフクロウ、こちらもワンドローがついています。ゆっくりプランが岡選手実は通りにくくなってきている、そんな状況。ブルーカウントたっぷり、うん、ここでね土地を戻した弊害が出ましたね。うん、そうですね。ちょっとこのターンジェイス出しておいた方が圧倒的に勝利が近い。やっぱジェイスとかも出すんだったら早い方がいいですからね、うん。それかもう本当に整ってから出すかっていうところですけど、4丸のカードはやっぱなかなかねそうはいかないので、ここをどう見るかですね。その次のターンジェイスを出すかどうかで大体のプランニングが分かりますが、ここはゲームエンド級のカードをデッキに隠します。引いてきたのもフェッチではないので、ここはデッキトップ問題ありません。対して岡選手のアントがゆったりプランを取る時間がなくなりつつあります。今手札岡選手がフェッチフェッチスイビーインファーナルチューターですかね。ちょっと防御もできないし、ちょっと途中置き続けるにしてもというところですよね。ジェイスがなければこのままで全然問題はないんですけど、やはりジェイスは、そしてデッキの性質上精神を刻むものジェイス通りやすくなっています。フォースオブウィル、意志の力も抱えながら、ここでジェイス叩きつけ、うん、あすみません、岡選手ライオンは持ってますね。ライオンインファーナルチューター水尾、ウィルさえなければワンチャンというところで、あとはハンデス1枚。そうですね。ただここただもうウィル2セット、うん、まあ、やっぱり神ジェイス強しですよね本当に。ここから毎ターンブレインストームってなるとなかなかちょっとこの差は埋まりきらないかなと思いますね。まあ、2ドローずついくので意志の力フォースオブウィルの損失自体も1ターンで補っていけると、これにはお手上げといったところでしょうか。サイドボード後本当にデッキガラッと変わりますね。そうですね、動きがもうメインボードの不要配は全くなくなるんで、今回長谷川選手盤面のダメージクロック自体はすごくちっちゃいんですけど、やっぱりジェイスは違う角度からゲームを決めてくれるので、はい、手札の質が圧倒的なものになってしまえば、プレインズウォーカーは起動すればするほどリターンが大きくなっていきます。
ちょっとこの手札もう無防備に行くしかないのかという、今の引いたのも陰謀団の儀式、ライオンズアイズダイヤモンド、まあもう本当にかなり迫ってますからね。もうこのターン手札破壊引けなかった以上それでも行くしかないか、うん、ただ我々にはフォースオーウィル2セットがそうですね返しました。まあもうちょっと手札破壊を待つのか、まあ、またはクロックがないのでもうとにかく待つか、うん、ただもうここ割り切って行っちゃうんですかね、うん、これ起きそうですね。そうですね、オーダー使い外科的適切トップに置いてあったんですが、これはもういらないと判断しました。まあでもやっぱりダメージクロックをしっかり設置するというのはすごく意識してるんでしょうね、うん、それがあのオーダー使いを最初のブレインストームで戻さなかった理由そのものでしょうけど、まあジェスさえ通ってしまえばもうすぐさまに出番が来るとそうですね、土地自体は絶対伸びますからね。そうフェッチを切ってからここで先にブレインストーム、思考が恋がありますかね、そのようですね、うん、なのでこのターンはオーダー使いじゃなくて先に相手の妨害から、うん、まあ、ここでもう一度見ておくともうかなり精神的にも楽になります。ここで一度相手の手札を見てそれで次のターン相手が動きがそれでもないようだったらもうジェイサープラスし始めても問題ないと思います。さあこの思考が声によって手札が丸裸にされる、うん、まあ、パッと見インファーナルか冥府の強者を抜けばここからの手札の広がりというところの指向性も随分限定できます。ビル2枚持ってる時点でライオンズアイってそんなに脅威ではないんですよね、うん、むしろ打たせたいですね。そうですね、手札を全部捨てないと唱えられないっていうことは、まあ、ビル2枚持ってる以上は相当少なくとも2ターンの間は絶対大丈夫なんで、まあ、ただ現時点ではどのカードもそこまで大して脅威には見えないですけど、うん、ここから手札破壊とかを引かれた時に何が一番脅威的かと、ああここはもういつでも打ち消せるので、あ、てかあれもあるんですね、呪文、呪文ハメもある、うん、2マナの呪文を打ち消す、貫きも持ってますね。貫きは放送ウィルに合わせて要するに3回分の打ち消しをできるような準備をここから整えていくと、もう本当に盤石ですね。もうここまで来たらダメージクロックもそんなに急がなくていい気もしますけど、まあ、今水火を落としたっていうのはそのバタースカルのトークンが生き残りやすいようにっていうのもあるとは思いますね。なので次のターンジェイスでもう一回ゼロを起動して6マナ目で呪文ハメのマナだけ確保してオーダー使いを解き放つか。さあここのドローンもインボーダーの儀式、先ほどの脅迫を見てもうこれは発信するしかないと定めるか。いきそうですねここはフェッチ2枚切りました。スレッシュールドを達成させて、ただこれは長谷川選手の思うがまま想定していたプレーです。もう長谷川選手としては、ね、早く仕掛けてほしいですからね。うん、こうなるとちょっとさすがにいかに安堵といえど乗り越えるのは難しいですね。さあまずは発射対応しての動きを見ます。まだ6枚ですかね。そうですね、まず1枚目を打ってという感じになります、うん、さあ長谷川選手も手札は強いんですが今仕掛けに対して最前手を
そう、我々からするともうどんどん解決していって、あのインファーナルチューターを消せば勝ちっていうのは分かるんですけど、相手がもう一個仕掛ける手段が何かあった時のことも考えて、うん、ここもね、炎の中の過去、まあ、透けてるから打ってきてるみたいな、うん、そうですね、いろんな可能性を考えられますからね。で、ここ長谷川選手としては呪文ハメを使うとウィルが2回打てない。いや、打ってます、 打てますね、うん、青いカードもうたくさんあるんで、これをまずは一発消されたらどうなるか。これけど、うん、岡選手すごいですよね。今ちょっと特殊な打ち方をしたんで、これでめちゃくちゃマナが出ると。ただいや、長谷川選手なのでちょっと早めに呪文ハメ打ったじゃないですか、うん、本来、岡選手が多分正直にプレーしていくと手札を全部使い切ってライオンも使い切った上でインファーナルを打ってるんで、長谷川選手、もっともっと楽な状態で一回そのキャブラリチュアルを通しますって言われてからもう一回打てばいいしみたいな。あ、いや、素直に打っていくとカバルリチュアル、カバルリチュアル、インファーナルチューター、ね、うん、対応してライオン財を炸るってで全部使った後に、長谷川選手が、あ、じゃあ呪文ハメ使いますってなるんですけど、スタックをちょっとテクニカルにやったことで、うん、ちょっと1枚残ったってことですよね。2枚残ったんです。カバルリチュアルもう1枚と、そう、ライオン財も残ってるんで、うんうん、この辺やっぱ勉強になりますよね。僕だったらそういうテクニックを知らないんで、やっぱ素直にもう全部フルで使って、ね、あ、投了っていう流れになるってことですよね。さすがにもう全部使ったらもう絶対リカバリーできないんで、この状態だから、そういう風な積み重ねをしていくと、まあ、ちょっと今回は長谷川選手の手札は完璧すぎますけど、そうじゃない時に逆転しやすい。さあ、ジェイスがデッキトップを見始めました。サンデッド、そしてスワナカの総出、このストームを解決します。まあ、ただちょっともうここまで来てしまうと、そして盲信的迫害がここにあると。完璧ですね。自分はプラス1、そして相手はマイナス1、うん、薙ぎ払ってここを勝利したのは長谷川選手です。いや、すごいですね。いや、僕ああいう本当に細かいテクニック、もうやっぱ対戦相手からすると何が来るかわからないから、うん、それに、まあ、僕もそうなんですけど、あの順番で打ってきてる理由っていうのが自分の中でしっかり理解できなかった場合はやっぱり何か手があるんだろうなと思いやすいんですよね、うん。